西口湯沢駅は、秋田県湯沢市表町二丁目にある、東日本旅客鉄道大本線の駅である。当駅は1905年7月5日に、国鉄大海南線が、院内駅から当駅まで延伸したのに伴い、開業する。開業当初は、福島駅からの大海南線の終着駅であったが、その2ヶ月ほど後の1905年9月14日には、当駅から、 横手駅までが開業し、大宇本線が全通、大海南線の駅から、大宇本線の駅となる。1928年8月10日には、五月鉄道が当駅から西もらい駅まで開業し、分岐駅となったが、1973年4月1日に廃止となった。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計2面三線のホームを有する地上駅で、 京城駅舎を持つ。今はない4番線に、動こう通大月線が入っていた。JR 東日本東北総合サービスが、駅業務を自宅している、横手駅管理の業務委託駅。早朝、夜間は駅員が不在となる。ただし、当機は除雪要員として、終日社員が配置されている。緑の窓口、自動券売機設置。待合室内には、 売店のニューデイズキオスクがある。同業体としては、東北地方2店舗目の出店、スイカ利用化。また、仙台、東京方面への往復 JR 切符を購入した乗客が無料で利用できる小町駐車場がある。駅舎改築に合わせて、駅前広場の再整備が行われ、旧駅舎があった東口には、タクシー乗降場などを備えたロータリーと一般車用、駐車場が、 新設された西口にも普通車乗降可能な小規模ロータリーが整備された。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は602人である。近年の推移は以下の通りである。かつては湯沢小勝エリアの商業の中心地であったが、現在の駅周辺は著しく衰退している。サンロード、柳町等の商店街は、 シャッター通りとかし、駅前の繁栄の象徴の一つだった、湯沢プラザのジャスコは2005年2月に閉店した。現在は大仙市に本店を置く、有限会社中央市場が運営するスーパー、ビフレが営業。現在の商業施設の中心が、国道398号沿い、新たにできたイオン SC などの公外店に変わられている中、今も、 国道13号沿いではいくつかの商業店舗が営業を続けている。また、湯沢市では2020年度から2030年度にかけて湯沢市が管理する公共施設の移転集約をした上で複合施設を整備する計画が考案されている。なお、市役所や公園などの公共施設も徒歩10から15分ほどのところにある。動こ通がほとんどの路線を運行。 湯沢駅前と湯沢駅前角の二つの停留所があり、系統によって通過する停留所が異なる。また、13号を南側に10分ほど進むと湯沢営業所があり、中距離を含む大半のバスがここを発着する。かつては、寝台特急や特急の停車駅で主要駅の一つであった。現在も首都、市と沿線自治体が中心となって、 山形新幹線の延伸運動を行っている。また、自動券売機の、もしもし券売機カエくんの導入による、当駅の緑の窓口廃止に際し、鈴木敏夫湯沢市長が、JR 東日本に対して、湯沢駅の無人化につながりかねないとし、緑の窓口を廃止しないよう要請を行った。その成果として、緑の窓口名称と、 窓口スペースは存続することになった。また、それに関連し、夜間駅員不在となるため、防犯上の問題を危惧した地元の住民ボランティアによるパトロール活動が行われており、深夜時間帯に駅に滞在する学生利用客の指導に当たっている。週末パス利用可能エリアの最北端の駅、かつ、秋田県内唯一の発売駅である。なお、横手駅から先、 新情報面側は、改札機はなく、当駅もその一つである。注釈出典報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。